はい、どうも皆さんこんにちは、ケンユです。本日はですね、食レポです。今日紹介するのは、こちらですね、フルーツホオズキですね。フルーツホオズキ、食用ホオズキとも言うんですけれども、結構ね、珍しい食べ物だと思います。で、観賞用のホオズキもあるんですけれども、あれとは違う種類で食べられるものもあるんですよ。で、これね、実はね、ものすごく美味しいんですよ。フルーティー で本当にほっぺたが落ちるくらい美味しい、ものです。まあ、生産者さんにもよると思うんですけど、非常に美味しい。僕はね、このホオズキ一つ食べたらやめられないくらいね、好きです。はい。で、匂いもまたいいんですよね。箱を開けた瞬間、こうわーって漂うのもあったんですけど、なんかその配達員の人がね、持ってきて くださった時 の玄関のところでももう匂いしましたもんね。これものすごく強い芳香があります。めちゃくちゃ甘い匂いがします、ホオズキ。はい、今日はこのフルーツホオズキの紹介と解説、食レポをしていきたいと思います。で、こちらのホオズキですね、太陽の子と呼ばれております。太陽の子、こちらも説明していきますね。で、このホオズキは野沢農園さんのみゆきさん、からいただきました。で、インスタグラムでですね、非常に仲良くさせていただいておりまして、で、昨年から仲良くさせていただいていて、で、毎年ね、送ってくださったんですよ。 2年連続、はい、北海道日高町でご主人さんとね、フルーツホオズキ育てられております、野沢農園さんね。で、一応概要欄にですね、その野沢農園さんのその情報、インスタグラムとかね、記載しておきますので、ぜひ一声かけてみてください。非常におすすめです。で、実際にその野沢農園さんがホオズキを栽培されている様子も、動画をいただきましたので、この動画のどこかに差し込みたいと思います。はい、まず最初にね、こうざっと、太陽の子フルーツホオズキ説明した後に差し込みたいと思います。で、こちらですね、びっくりするほど美味しい、でフルーティー、香りも非常にいいです。で、食用のホオズキですね、ビタミン B とかね、B も入ってね、で鉄分など多くの栄養素が豊富に含まれていて、美容健康非常にいいと書かれておりました。はい。で、一応チラシもあって、後ろにこうメッセージ付きのチラシもあるんですけれども、ビタミン A や鉄分をね、トマトの約4倍、ビタミン B 群のイノシトールも豊富に含んでいて、美容と健康にいい食べ物と。はい、フルーティーで独特な香りと味が特徴、まさに。で、こちらですね、ナス科、トマトと一緒ですね、ナス科の植物で、北アメリカから熱帯アメリカ原産です。で、市場に出回るときは何て呼ばれるんだろうな、ストロベリートマト、ストロベリートマトとかって呼ばれることも、多いですね。で、これもともとはですね、秋田県、これな、上小阿仁村だったな、の特産品で、上小阿仁村だね、はい、の特産品で、当時はね、その恋泥棒という名前でフルーツホオズキ呼ばれていたそうです。で、ちょっと品種名か定かじゃないんですけど、ブランド名が恋泥棒と呼ばれていて、で、この恋泥棒と呼ばれる理由が、非常に甘すぎて美味しすぎて、恋人が恋人奪っちゃうくらいその甘いということで、恋泥棒と言われているようです。フルーツホオズキにね、恋人取られたらちょっとたまったもんじゃないですけどね、フルーツホオズキだったらいいじゃん。はい。で、こちらの太陽の子はですね、太陽の子、フルーツホオズキでの太陽の子というものは、ブランド名でして、で、もともとはバティアス農園さん、これ鈴木さんですね、安原さんかな、バティアス農園、鈴木安春さんという方がですね、長野県富士見町でこのフルーツホオズキを作っていて、で、種取りを重ねてすごく美味しいものを作って、これを太陽の子と命名して、売り出しているようですね。で、標高が1100m の場所で作られているということでね、非常に美味しそうで僕たちがこう今食べている太陽の子ですね、野沢農園さんですね、野沢裕二さんとみゆきさん、お二人が作られている太陽の子をいただいております。で、この野沢さん、裕二さんと、鈴木さんはですね、ご面識があるようで、この太陽の子の鈴木さんが太陽の子をこう種取りをして作って、で、ユージさんにも、徐々にこう拡大していってくれというお話をしたということをお伺いしております。はい。で、そうなんですよね。で、今、いろんなところで、沖縄県でもね、直売店とか行くと結構そのフルーツホオズキ出ていたりするんですけど、僕的にはね、非常にこの野沢農園さんの作ったフルーツホオズキめちゃくちゃ美味しいんですよ。で、去年僕たちもそのフルーツホオズキいただいた時に、
作って、その種を取って、今この一粒からですね、めちゃくちゃたくさん取れるので、この一粒からなんかもう本当に100粒とか200粒とかその種が取れるので、そこから栽培をしたんですけれども、ほとんどやられてしまって、で、やられる前もね、いくつかこうパクパク食べてたんですけど、ここまでね、美味しくなってないんですよね。やっぱプロですね。もうかなわないですね。うん。こんな感じです。もうプロ、もうプロですね、これは。これがいいかな。はい、どうでもいいか。本当どうでもいいですね。ちょっと一ついただきたいと思います。うわー、美味しそう、めちゃくちゃ。うん、いただきます。うん。うん、うわ、あんま。うわ、うま。うん。美味しいな。で、いちごもね、いろんな種類、品種のいちごがあるんで、一概には言えないですけど、僕はいちごよりも好きですね、うん、果実的野菜としては、うん、しかも見てください、大きいんですよね、うん、本当にどんぐらいだろうな、うん、なんか手で持った感じで言うと本当こんな感じです。めちゃくちゃ大きい、うん、でこれでもちょっと小粒になりかけているということをおっしゃられていたんですけれども、うん、うわうまっ、ビビるな。で、すごくね、こうお優しいのがね、こう殻がね一つ一つ割れてるんですよ。で、これ多分箱詰めするときに一つ一つこう、まあ、検査して、うん、チェックしてやってるんですよ。一つ一つ本当に皮がねこんな感じで破れているんですけど、これ粗悪品が入ってないかの多分チェックで一つ一つこう剥いているんですけど、めちゃくちゃやっぱプロですね、ここら辺が、うん、まあ、夜中までかかっていやされてると言ってたんで本当頭が下がります。で、もう本当にこう注文が結構殺到しているらしくて、今年は結構ドタバタで追いついていないと、おっしゃってたんですけれども、その中でもう送ってくださったっていうのがねすごい美味しいですね。はい、ありがとうございます。はい、いただいております、フルーツほおずき。うん、うん、あー美味しい、ビビるな。うん、はい、こちら北海道の野沢農園ほおずき畑です。1月末に家の中で種をまいて、で3月末くらいまでに何回か土替えをして、3月末にハウスの中でポットに定植して、路地植え定植は5月の中旬から下旬ぐらいです。そして9月、10月、今収穫期です。それから収穫します、ほおずき収穫します。一粒一粒手作業です。軸もこの額のすぐ上を直近、はい、はい、はい、じゃあ開けてみますね。近すぎます。はい、あ、いいね、いいね、うん、うん、これも綺麗、綺麗だね、いい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 ね。はい、じゃあ北海道から沖縄へ、はい、どうぞ。ちょっとね、失礼かもしれないですけど、糖度チェックしていきたいと思います。恒例の、うん、糖度チェック。まあね、自信がある。はい。これは甘い。本当に甘い。10以下は絶対切っていないと思う。本当に自信がある。うん、で、僕も、そのまだ見てないですよ、その糖度はね、うん、で僕がね結構糖度を外すので、そこそこその糖度予想で何度だっていうのはすごく失礼になるかもしれないですけど、ちょっとやっていきたいですね。はい、恒例なんでごめんなさい、はい、嘘偽りなしでやっていきたいと思います。もう編集とかもしない、はい、なんかわざとらしくなってる。うん、どれいこうかな、ちっちゃい方が甘いのかな。うん、ちょっとこれねつけていきたいと思います。ちょっと近づけば、はい、すいません、ちょっと近づけます。よいしょ、こんな感じでいきたいと思います。はい、では糖度予想、いや難しいな、トマトの糖度もね僕ねあんまり見たことないんですよ。なので12、めっちゃちょっと高めに見積もってる、うん、ちょっと基準が分かんないけど12くらいあると思う、うん、15とかだったらマンゴーだもんね、うん、まあ、12もマンゴーくらいだけど、ちょっと12でいきます。
お、結構今回近いです、はい。結構今回手を組んだなっていう感じで思われる方多いと思うんですけど、12付近ありました。うわ、これ多分もっとね甘いのがあると思う。うん、1個目で12なので多分13とかもうマックス14くらいまで行くんじゃないかなという感じの、気がしております。うん、ちょっとこれ行ってみよう。それでは、でも多重ですもんね、結構垂れてる。はい、それでは行きます。あ、すごい、13あった。見てください、13あった。あ、もう床がめちゃくちゃ垂れてる。あ、すごいですね、やっぱ高いですね。わ、13度。うん、高い、うまい。うん、多分めちゃくちゃ甘いのは14ぐらいはありますね。12から14くらいは、うん、あると思います。いや、本当に美味しいです。で、ちょっとパクパクいっぱい食べたんですけど、その酸味があるやつと酸味がないやつ、個体が結構、うん、ありますね。うん、で、酸味があるやつも美味しいんですよ。こう酸味と甘みが一気にグワッときて、なんかすごくパッションフルーツ感があってね、美味しいんですよ。で、甘みがグッとくるのも個体もあります。で、まあ非常に全体を通じてすごく美味しいフルーツになっております。フルーツほづき紹介させていただきました。で、このチャンネル面白いと思った方、ためになったよと思った方、ぜひいいねボタンを押していただけると嬉しいです。あとチャンネル登録の方もしていただけると、僕がめちゃくちゃ喜んでいろんな動画が出てくるという仕組みになっておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。バイバイ。